ボックス入りのコイーバロブストス。コイーバとは、キューバ共和国ハバナ州で生産されている、ハマキの銘柄の一つ。1968年頃に生産開始された、ハマキで多くのユーザーに支持されている高級ブランドの一つである。個性としては、ミディアムボディ、フルボディの強めのハマキと分類される。種類で言えば、高ブランドのシャンパンのような扱いで、 数多くあるハマキの中でも代表的なブランドであり、最も知名度の高いハマキと認識される場合が多く、愛好者も多い。独特の香りを持ち、嗅げば火をつけなくても認識できるファンも存在する。100年以上の歴史を持つブランドが数多くあるハマキの中では比較的新しい部類に入ると言えるが、多くの愛好者を持ち、モンテクリスト、ロメオイフリエタ。 パルタガストーと並ぶキューバハマキを代表するブランドである。1960年代初頭、フィデル・カストロは当時、彼のチーフボディガードだった通称、チーチョが吸っていたハマキの香りと味に強く感銘を受け、ランセロスと名付けて愛用する様になった。そのハマキは、チーチョの友人、ラ・コロナ工場のハマキ職人、エドワルド・リベラが独自にブレンドしたものであった。 1968年頃、カストロは当時計画していた、新しいハマキ工場、エル・ラギートに、エドアルド・リベラを、責任者として迎え、恋場は、生産開始された。当初はキューバ共和国政府の政府用人用、外交客人用のハマキとして、政府関係者しか手にすることができなかったが、1982年に、商品として、一般市場に開放された。 1982年に3銘柄が市場に開放され、1989年にロブストサイズ等を含めた数種類が一般販売可能となった。近年人気のあるシグロシリーズが発売されるようになったのは1990年代に入ってからである。希少ブランドとして生産数を制限されており、過去においては最も入手しにくいはまきであるとされていたが、 現在は、マイナーメ柄ガラと比べても、国内での入手もしやすく、十分な品数が供給されていると思われる。したがって、生産数制御は広告としての言い回しか、あるいは大量の偽物が出回っている、可能性も推測されている。公式な販売戦略やオフィシャル展開も近年に、入って、ようやく始まり、キューバの、幅のハ浜規仙売公社より、 オフィシャルショップ等が発案されている。コイバエスプレンディドスコイバロブストスコイバランセロス等が主に挙げられる。ここ数年では、後発のシグロシリーズの人気が高い。プレミアムものや、限定生産のものや、熟成年数の高いものを選んだ一点ものも多く、あるため、正確な種類総数を把握することは困難であるが、現状で、国内流通している、レギュラーものは、 以下の通り、恋イバシガレット。缶入りのプリトスサイズや紙巻きの恋イバ銘柄も存在する。これらは一部のコンビニや自動販売機でも購入可能。ありがとうございます。